皆様こんばんは、しまくもっちゃんねるの時間です。今日もご覧いただきまして本当にありがとうございます。ちょっと花粉が今日はすごくて、ちょっとティッシュ片手にやらせていただきます。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはブログにも告知しましたようにワンピースのオンとオフです。ここ数年、もともと島区はワンピースが大人気なんですけど、ここ数年はボトムがフレアスカートとか、あとガウチョパンツとかワイドパンツに押されていて、少しなんていうかな、ちょっとこう、なんて言ったらいいの、ちょっとなぎを潜めていたワンピースがこの春は店頭でもうすごく人気です。やっぱりちょっとファッションの変わり目を感じるこの頃です。で、今日はそのワンピースの特集ということで、一着のワンピースをお出かけ仕様にとカジュアル仕様にと両方お使いいただけるように楽しくご提案したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では、じゃあ参りましょうか。じゃあ宮部さんお願いします。はい、はい、こんばんは。はい、こんばんは。今日の宮部さんは、すごい声が出ちゃうマレーラの、このサーキュラーワンピース、かなりすごい分量、はい、シフォンのワンピースをご紹介します。早速素敵、素敵、本当素敵ですよね。すごい女性らしいですよね、うん、女性でいてよかったなっていう感じになります。女王様、女王様、素敵です。で、これはこの辺がシースルーになっていて、で、ここら辺からペチコットがついてますね、はい、で、ノースリーブのワンピースに、はい、今日はポンヌフのボレロカーディガンを羽織っています。で、やっぱりベルトの宮部というだけあってウエストはトモヌのベルトがついてるんですけど、革のベルトに差し替えています。サッシュベルトですね、それね、はい、うん、そうですね。宮部さんエレガントで素敵です。ありがとうございます見てくださってありがとうございます、うん、どんどん入ってる、うん。じゃあ、で、ベルト、ベルトすっごい綺麗にしているので、ちょっとベルトのやり方もう一回教えてもらってもいいですか。うん、ね、うんうん、今ちょっと一度外してもらって全部、うん、はい、ちょっと前に出してきて、はい、1、2、3、もうちょっと、もうちょっとベルト、はい、ベルトの宮部、はい、はい、そこで、うん、やってください。ここに穴が開いているので、うん、はい、通します。普通にね、サッシュですよね。そうです、そこまでは、ね、そうです。どうぞ見てくださいね。ここで一般的には前にリボンにするんだけど、かっこよさ女王はリボンにしたくないぞと。で、うん、こう綺麗にこういう風に持ってきます。うん、いいですか。はい、で、そのままこれを崩さないようにこう通して、キュッ。うん、どうでしょうか。ポイントですね。はい、いやベルトの宮部ってどうぞ。浸透してますよ、うん、そうですね、いいでしょうか、うん、ちょっと可愛さがね、嫌な人はこういうふうにかっこよく巻いた方がいいですね。で、またちょっとハードにしたい時はこれをくる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 ってこういうふうにねじって入れてもまたいいかな、うん、ですね、うん、こんな感じで、うん、バッチリです。ねじねじするとまた違いますよね、うんうん、そうですね、うん、勉強になります。宮ベルト、うん、いいでしょうか、うん、はい、うん、バッチリですね。単純にサッシュベルトなんだけどね、前結びを変えるだけで雰囲気でどんどん変わるの で、はい、でね、ぜひよかったらね、今手持ちのサッシュベルトもこういう形で使うとまた雰囲気変わると思いますので、うん、ね、皆さんリボンがほとんどですからね、うん、うん、できれば、うん、リボンよりかこっちの方がかっこいいと思いますので、おすすめです。バッチリと。じゃあこれをはい、カジュアル仕様に変更したいと思います、はい、どうやってカジュアルにしちゃうんでしょうか。お似合いですとか素敵ですとか宮部さんコメントがどんどん、ありがとうございます。出てきちゃいましたね、はい、いいですか。生着替えです、はい、生着替えしますので、はい、
うん、あらで、これはフードですね、うん、あのパッションライブにもよく出てますね。万能贅沢パーカーですね。うん、こういう感じね。この透明感最高ですよね。ね、うん、綺麗で足元はスニーカーにしてます。スニーカー白にしました。こうするとかなりエレガントなワンピースなんですけど、すごくあのカジュアルというか、うん、ちょっとこう近づける感じに、うん、なってませんか、うん、ね。パンプスで合わせた時と全く表情変わるもんね。全然違いますよね、うん、いいですね。バカ可愛いって思ったらパーカー可愛いだった例のパーカーだってカジュアルだった、うん、そうですね、うん、またこの透け感がすごい効いてますよね、うんうん、いかがでしょう、ね、うん、同じワンピースと思えないですね。バッチリ。そのワンピースってサイドポケットはついてましたっけ？ついてませんか？はい、ついてない。うんうん、ね、はい、サイドポケットないやつですね。はい。はい。では宮部さんの1着目は以上です。はい。ありがとうございます。あ、はい、あ、すごい。あ、そうだ。そう。そう、ね。そう。左側の誰かさんが今日はギャッツビーしてますよ。見てください。ね、でも2人ともギャッツビーですね。本当ですね、うん、はい、いい感じって、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、せーの、 This is the fashion 何なのって感じだけどね。はい、じゃあ次熊谷さんお願いします。はい、うん、どんどん見てください。うん、すごい、うん、すごいすごい。はい、はい、熊谷さんは、イブルースのこれあのバレリーナの柄なんですよ。うん、バレリーナ柄 の、 あのジャージーのニットのワンピースを着ています。フィット&フレアですね、うんうん、すっごい綺麗なラインですよね、うん、ライン切れてますね、ぴったりにやってる、うんうん、ジャガードニットなんですよねこれ、生地そのものはね。そうクラシックな素材なんだけど、ちょっと近づいて見せてもらっていいですか？こっちもちょっと前です。うん、うん、そうそうそう、うん、はい、こういう感じのね柄です、はい、これがバレリーナなんですね、うんうん、あんまりわかんないからそれもいいのかもしれない、うん、さりげなくて可愛い、うん、ガンガンに伸びますからねこの生地ね。そうですね、着、うん、心地もいいですよね、はい、スタイルいいですね、うん、あらはい、うちでこのライン似合う人いないんですけど、うん、そうなのね熊谷さんしかいないの、はい、でまだちょっと半袖で寒いので、うんうん、それに羽織るとしたらこのカーディガン、はい、キラキラがそれも可愛いですよね。可愛い、うん、アクセントになりますね、うん、同じくイブルースのカーディガンになります、はい、このね、ビジューが可愛いんですね、うん、それもちょっと見せてもらっていいです？もうちょっと前です。ビジューの感じ、はい、こっち向いてみてください。もうちょっとアップしてもらっていいですか？このビジューの感じが綺麗なんですよ、うん、キラキラしてます、うん、OK です。はい、綺麗、はい、でこれで、まあ、お出かけに行かれる仕様になってますよね、うんうん、じゃあちょっとカジュアル使いをしてみましょうか、うん、じゃあスニーカーさせてください、うん、今度はねちょっと奇想天外、モッチーさんやったねって感じのね。あ、そっちか、こっちが、うんうん、はい、それ後で、はい、失礼しました皮スルーされちゃったじゃあカーディガンで、じゃあ足元はやっぱり白のスニーカーになりました。この春も白のスニーカーがもう大おすすめです。シマークでもあの近日スニーカーがたくさん入荷しますので、ぜひお楽しみになさってください。むちゃくちゃいいよね、はい、すごいですよおサイズもたくさん揃いますよね。あ、言っといて、5サイズ、22.5 から24.5まで、ね、皆様に合うサイズがね、そうそう、うん、言ってください。それ今まで23から24センチまでしか入れてなかったんですけど、今回は 22.5 センチから24.5センチまであのお入れする5サイズ、ね、はい、5サイズで、ちょっとバリエーションも多いのですっごく楽しみ。本革のスリッポン白中心です、うん、はい、
可愛いですよね。うん、じゃあ、こちらはあのブログでもご紹介しました。後ろが異素材になっているパーカーを着てみました。ね、これめちゃくちゃ可愛いよね。もう枚数ないね。これしかない。あ、ラストだそれ。これしかない。うん、あのこちらポリエステルが入ってるちょっときれいめの生地なので、うん、こういうきれいなワンピースともすっごく相性がいいです。なんていうかあのカジュアルダウンしすぎてなくって、こうきれいめのカジュアルに仕上がっていると思います。早速スニーカーの反応がやっぱりサイズがあって嬉しいですよね。今回はサイズ入ります。うん、じゃあ今度は中島さんがおっしゃったバッチリなちょっと楽しみな着方をご紹介したいので、うん、ちょっとこれを着替えてきてもらいます。おいおい、その着方ないだろって中島に言われたやつね。そうですね、ちょっとどうなるか楽しみです、うん、ちなみに私のそれも紹介して。ちなみになんですが、今日私が着ているワンピースはマレーラの、アート365というシリーズのワンピースで、あのこれがベルト外してみて、ベルトは今ベルトでブラウジングしてるんですけど、でポッケに手突っ込んだりとかこのような感じで、うん、うん、その感じも可愛いね。緩やかにあのウエスト、緩やかにウエストシェイプされたワンピースです。でスカーフがあの別個でついている。とにかくあのマレーラのアート365はポリエステルなんですけど、お家で洗えるシリーズですっごく着やすくってあのおすすめです。あと色違いが黒とかありますね、うん、あと素材はバックサテンになってて、表裏地の方があのサテン仕様になっているので、そうなんですよ、そのそう使い分けがうまくデザインに生かされてて、とてもいい素材ですね。あのこ例えばこことここで同じ生地を裏表使っているので、はい、あのそれがサテン側とマットな側と、ちょ実際見ないとあれなんですけどすごくデザインが、うん、かわいい、かわいい、着やすそうで、うん、伝わってますよ、伝わってる、飛び跳ねろ飛び跳ねろってそうそうそう、あいいね、キャラに合ってるねはい、いいですじゃあ熊谷さんが着替え終えたので、はい、お願いします。まだブログご紹介してないんですけど、ブラウスを上から着てきていただきました、はい、うん、ね、ちょっと無理があるってパッションさんに言われたんだけどね。そう、ところがどっこい、けどまたベルトを使ってね、これがなかなかいいアイディア。こんな風に着ると、うん、いいですね。ね、ね、うん、可、う、愛、ん、い。可愛いですよね。別物、うん、うん、別物ですよね。うん、うん、そうそう、もうちょい下、うん、ブラージング綺麗にした方がいい。そう、そこから引っ張る、もうちょっと、そうですそうです。いいですね。うん、ね、うん、ちょっと楽しくないですか。そう、これがね、ここ可愛いんですよ。あ、可愛い。可、う、愛、ん、い。すっごい可愛いんですよ。ここゴムになる、うん、うん、そうそう、これは本当このまま、このまま脱ぎができる、本当、うん、可愛いのこれ、うん、ね、うん、ちょっと新鮮ですよね、うんうん、中の素材がいいので、うん、あの着てゴワゴワすることがないので、うん、結構自然な感じで着られます、うん、収まります、うん、無理がなく、無理ない、ね、この着方のテクニックはこの素材、素材に張りがあるからよね。あ、そうですね、これ柔らかい生地だったらこういう着方は絶対おすすめじゃないです。そう、多分透けたりとかもしちゃうと思うんで、うん、こちらがやっぱりちょっと張り感があるので、うん、このブラウスとの合わせがすごくいいですね、構築的で綺麗、うん、で、うん、やっぱりこのままでは今日まだ寒いので、うん、でも後ろももう一回熊谷さん、うん、後ろが可愛いって、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、その太めのベルトがね、あ、やっぱり折り紙ね、折り紙ね、可愛、うん、ね、うん、かわいい。で寒いので、はい、先ほどのまたさっきのカーディガンね、そう、うん、これ万能ですね、これがいい感じなのよ、ほらね、え熊谷さんも花粉症がさ、うん、そうそう、今日みんなすごい、うん、ティッシュ大丈夫ですか、ティッシュまだ大丈夫でしたよね今
なんとかそうティッシュの奪い合い、そうなんです、ティッシュの奪い合い、うん、わすごい、サリーさんね、うん、でこうすれば普通に今、うん、着られる感じになりますよね、うんうん、また全然違う、はい、ちょっと楽しい着方をご紹介します、うん、お家にあるものでも本当に、うん、できると思います、うん、ぜひやってみていただきたい着方です、うん、ね、これはなんかちょっといろんな人に、あまり冒険ができない人にも勧めたい着こなしですね、うん、そうですね、もう本当にベルトが1本あればできることなので、そうブラウジングをしてウエストの位置をキュッと見せるのがポイントです、うんうん、スニーカーでなくてもいい感じがしますけどってもう当たり前よね、バッチリ、はい、じゃあ入ってきましょうか、うんうん、あくまでもそれカジュアルダウンだっていうことでね、スニーカー合わせしてるけど、そうですね、はい、この感じだとこうなりますので、うん、またいいですね、そうです、はい、すごくいいですね、はい、いいと思います、あ、楽しんでくださってますよ、皆様、うん、着方の講座みたいって、そう、うん、ね、ありがとうございます、ね、シマークワールドよね、うん、雑誌にはない着方ですからね、そうですね、そうですね、雑誌見るんだったらシマークライブを見てちょうだい本当ですね、うん、わけで、永井さんの一着目が終わりです、はい、はい、ありがとうございます、はい、This is the ファッションありがとうございました、じゃあもう一度宮部さんにお願いしたいと思います、女王さっそうと登場です、かっこいいです、どうでしょうか、うんうん、大好きなワンピースです、綿なんですよ ね、 ね、この辺の、うん、マレーラの、ストライプの、ワンピースですけど、うん、こういうところがちょっと色を変えてて、うん、ちょっとおしゃれ、うん、かっこいい、ちょっとなんか違うんですよね、うんうん、ベルトも ね、表と裏をほら使い分けてるのね、色をね、よっ、女王宮部って、うんかっこいい、かっこいい、かっこいい、これはもう本当に真夏着られる綿のワンピースで、ざっとね、洗えるし、洗えるし、透けないですし、このままで OK で、中キャミを着てます、素敵、本当素敵ですよね、で、色の違いを近くでちょっと、はい、はい、はい、ブルーの濃いところと、濃いところと、ここかな、うん、どうですか、襟ね、もうちょっと下です、はい、はい、うん、はい、大丈夫です、うんうん、OK です、わかりましたね、はい、はい、で、これを、うん、じゃあちょっと着崩してみたいと思います、はい、はい、こっからがね、宮部ワールド、シマークワールドになります、いいですか、ちゃんと着替えてますよね、あそうそう、あ、間違えた、ちょっとベルトが来ないんだ、そうそうそう、飽きてなかったみたいなね、ありがとうございます、これから着たくなるワンピースですね、そうですね、あんな風に着たいな、じゃあ次はどんな風なんでしょうかね、そう、いいですか、いけねいけね、あー、いけねいけね、やっば、あーびっくりした、おー、血圧上がりそうでした、着てるよって、うん、着てた、着てた、うん、でこんな風に、うん、はい、もうコートとして、うん、として、もうこの感じはハリウッドね、ザ・ハリウッドですね、うん、はい、で下にジョグパンツ、うん、で超ハイテンションのジョグパンツを履いてます、はいはい、足元もね、うん、ちょっときれいめにしましたね、はい、これでスニーカー履いてもいいし、うんうん、パンプス履いてもいいですし、うん、もうどちらでも、うん、はい、お出かけにもカジュアルにも両方着られます、うん、でお家でお洗濯できるしね、こういう着方もできるのでいいですよ、ね、これ本当素敵ですよね、うん、かっこいいです、うわ、羽織った感じがかっこいいですって、いいですかね、自信満々よね、はい、大好きな、はい、なので、うんうん、いい感じ、はい、これはポッケもついてますね、サイドにね、はい、スラッシュ縦に入ってるんですか、はい、ポッケが、そうです、うん、こういう風に、あ、OK です、はい、はい、ポッケのあたりも出ないので綺麗、うん、スタイリッシュに決まってますね、はい、シュッとしてこのところのダーツの斜めに入れ方ね、うん、細かく言っちゃうと、うん、絶品よね、開けててもね、綺麗ですもんね、はい、うん、かっこいいです、うん、面なんで扱いも楽ですよね、そうですよね、うんうんうん、どうでしょうか、うん、かっこいいと思います、それ袖まくるとどうなるんですか、
うん、カフスを、うん、2折りぐらいするとそれにちょっとボリュームを作るとどうなるのかなと。うん、2折りぐらいよ、うん、単純に折ってみて。宮部さんらしいよって叫声のあれですねコメントがたくさんありがたいですね、うん、ありがとうございます、うん、どうですか、うん、そうね、まくった感じもいいよね、はい、うん、無造作でいいですね、うん、あ、うん、ちょっといい感じです、かっこいいです、うん、そうそう、ポッケがあるとね、うん、楽ですよね、いいですよね、めっちゃ安心がかっこいい、めっちゃ安心、はい、これはこれでおしまい、はい、じゃあありがとうございます。お値段をちょっと教えていただけますか。ごめんなさい、すいません、53,000円と消費税になります。それマレーライブルース、マレーラ、うん、かっこいいね、はい、うん、え、宮部さん、パリコレみたいだった、うん、いやいや、ほんと、ほんと、うん、ちょっと恥ずかしいです、うん、で欲しい、欲しいって、うん、で、隣がコスプレパリコレと東京、あの、晴海のなんだっけ、手伝い、そうそうそうアニメのね、そう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 、手伝い、うん、ビッグサイトのあれだよ、マンコミコミケそうそうパリコレとコミケが一緒に見れます、しまくは、はい、じゃあありがとうございます、はい、ありがとうございます。This is the ファッション。はい、じゃあ熊谷さんお願いします。かわいい。かわいい。かわいい。ファッションライブにも登場したペニーブラックのニットのワンピースです。グッドグッド。グッドグッドですね。うん、あの、ニット自体に金属繊維が入っているので、うん、キラキラしてすっごく綺麗なワンピース、うん、あ、ごめんなさい、さっきのワンピース皆さん欲しい欲しいとおっしゃって、在庫まだあります、まだ売り、まだ売り場に出してないね、うん、で、あの、もうこのまま着てるだけでエレガントなワンピースですよね、うん、これの羽織はいろいろ言われるんですけど、うん、じゃあまずちょっとここから、うん、望月さんいじられまくりってコミケコミケだよ、コミケいつもです、うん、まず同じ素材のワンピースで着てみたいと思います、うん、はい、うん、着物合わせ左、うん、ちょっと面白いんですよね、これ着方もね、そうなの、ね、巻いて着るタイプなんですね、そうです、ギャツビーワンピーです、そう、ファッションブログを見て、あの、華麗なるギャツビーの DVD を注文してくださった、あ、注文されたっていうお客様もいらして、ね、なんかこうすごくあのお話ししたことがね、うん、受けてくださるとやっぱ嬉しいですよ ね、うん、ね、皆さんもぜひね、あのギャツビーナンバーワン、ロバート・レッドフォード、ミア・ファローのやつ見てみてほしいです、来ますよ、この雰囲気絶対、どうでしょう、うん、綺麗です、やっぱりマネキンが着るより生が着た方がいいですね、感じが伝わりますかね、そうそう、厚みとかね、そう、うんうん、体が入る方が、うん、素敵ですよね、うん、めっちゃいい、本当に可愛いです、かっこいいです、かっこいい、うん、これはこのまま完成するけれど、はい、他に何かこう着るとしたらどういう感じ、そうですね、うん、ちょっとまだまだたくさんご覧いただいてますよ、あ、うん、ありがとうございます、うん、お、ハートがまた上がり始めましたね、ありがとうございます、上がれ上がれって上がれ上がれって、あ、あのギャッツビー高校の時見ました、うん、わ、すごいそう、花粉が時折すごくて花粉が、うん、はい、こんな感じ、はい、こんな感じでポンヌフの、うん、ミラノリブのニットのジャケットを羽織ってみました、うん、このハーフスリーブがすごくキュートで、うんうん、エレガントな感じで、うん、とても着るだけで本当にきちんといい感じに収まります、ね、同じパフでもね、またちょっと違うね、さっきのパフ、うん、そうですね、うん、ボレロとね、うんうん、このまんまでいけちゃいますね、うん、このカーディガン色違いもあるので、はい、見てみますね、うんうん、はい、みんなでどうする
みんなで同じタイミングでキスってるみたいな。そう確かに。ファッションさんティッシュありますけど。大丈夫。熱が出てきた。目がかゆい。あ、さっきのジャケット紺色でしたよね。うん、はい、紺色です。あと黒もありますし、ピンクもあります。ありますね、うん。これは5色やってます全部で。はい。こんな感じで。ジャケット素敵、ね、うんうん、そのジャケットはジップアップになってるんですよね。ちょっと前近づいて、はい、あのジップアップして見せてもらっていいですか。コンシールのファスナーであのジップが綺麗にかぶさります。下からも左、うん、この感じですね、はい、ちょっと優れものです、うん、優れものですね、うん、この丈ってあんまりないですよね、はい、そうです。白もいいですねって、白のが合うってあ、そう、中にこれ着てきちゃう、うん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 、はい、普段はあれです、爽やかし、はい、入ってますけど、うん、ついてる、はい、こんな感じで、はい、バッチリ、うん、バッチリですね。じゃあちょっとカジュアル仕様にしてもらいます、うん、はい、カジュアル仕様みたいです。ファッションさんが花粉が花粉が来てます。なんか色味的にはあるんですけど、透明からだと色合い的には、うん、そうですね、爽やか、うん、ね、すごい爽やか ね、 ね、女らしい服なのにちょっとこう、うん、軽快スポーティーな雰囲気になる、うんうん、じゃあこちらのイスコデニムのジャケットです。ああいいね、うん、普通にいいね、うん、普通にすごくいい感じですよ、ね、うん、お決まりの着こなしパターンだけど、やっぱりこうワンピースがね、また雰囲気が違うので、ですよね、うん、あ、そうだ、これにバッグを、うん、あのご提案したいと思っています。はい、合わせるとしたら似合うって、似合う似合う似合うって、かわいいって、うん、うん、で、なんかこういうカジュアルな感じもすごく新鮮ですよ ね、 ね、あんまりこう可愛さを売り物にしない可愛さ、ね、腹立つからね、可愛さを売り物にしちゃうとねブリブリと、うん、そうこんな感じで、いかがでしょうか、うん、ね、うん、いい感じですね、はい、いい感じです。で、あともう一つちょっと着てみていただきたいなっていうのがあります。はい、うん、はい、こちらのショート丈のモッズコート、これはちょっと調整ですね、うんうん、これはね、意外にっていうかすごい合うの、意外にね、うん、これもそう、羽織ってるだけでいいんだけれど、裾をギュって絞ってさ、これもブラウジングみたいにしてもらってもいい、まあこのまんまが一番いいけどね、うん、これ、これ面白いのはここ裾を絞る、はい、ちょっと絞る前に横見せて、うん、このね、横のラインも綺麗なので、単に後ろ下がりっていうよりカーブをかけてるんですよね、うんうん、ちょっとこういうところがね、うん、そうです、そうです、立体的になって、うん、そうなの、そうなので、これを、はい、ここでうんと絞って、はい、ちょっと持ち上げて、うん、そうです、そうです、あと絞ります。そうです、そうです、そうです、そういう着方をしてほしい。これができることによってスカートとかワイドパンツ、あとワンピースにすっごく合う、うん、賛成です。こういう着こなしがあるんですね、勉強になりますって、ね、そうおっしゃっていただけるとめちゃ嬉しいです、ね、見てもらってる甲斐があるね、ね、こんな感じでね、かっこいいよ ね、 ね、どうでしょう、うん、そうです、そうです、全部入れちゃうの、そう、で、段差を作るのがポイントね、そう、横向いて、うん、このね、上着とスカートの段差、うん、この段差が大事、うん、はい、そうです、そうです、ジャケットがいいねっておっしゃってくださってます、ね、うん、すごい面白いですよね、うんうんうん、そうです、そうです。で、モッツコートですけどちょっと綺麗な感じに仕上がっているので、うんうんうん、カジュアルダウンしすぎずに着られます、うんうん、あとこれおすすめじゃない、価格も素材感も仕立ても完璧だし、お色違いがほらあるじゃない、ちょっとだけついでに見せてもらっていいですか、手に取って全色、あ、黒は今ちょっとディスプレイ使っちゃってて、うんうん、6色あるんだっけこれ、いや3色、3色、はい、うん、あ、そう、これと黒の3色、はい、黒の3色
3色ですね。ちなみにお値段それいくらでした？19,800円。おお、いいですね。そうなんです、はい、使いやすい値段もね。すごい使いやすい。あとそれフードをねグッと入れ込んでみて、あの入れ込むっていうかスタンド風にしてみて、うん、その感じで立てた感じでいいからジップアップしてみて全部、うん、あ、全部ジップアップして、そうそう、熊谷さんが着ると品がありますね。嬉しいですね。嬉しい、うん、上までグッと上げてね、そうそう、こういう着こなしもちょっとかっこいいので、うん、そうですそうです、ちょっとねせっかくほら髪の毛ポニーテールにしてるから顔全体をフードの中に収める感じで着てもらうと、これがまたかっこいいのよ。全然変わりますよね、うん、モッチーさん素敵です、うんうん、今参加しました、うん、はい、ちょっとこっち向いてみて、うん、そうそう、その感じもかっこいいの、そういう着こなしね、そうですそうです、はい、ちょっと手突っ込んでみてください、また、はい、はい、そう、それで形を、うん、見せて、そうですそうです、超かっこいいでしょ、この感じもね、すごくかっこいいです、うん、襟の感じとかね、そうですそうです、この感じはちょっとおすすめです。あ、ワイヤー入ってますね、はい、入ってますよ、入ってますよ、そのワイヤーがポイントなの、うん、これはもうパンプスでも普通に当然当たり前にかっこいい、うん、高めのポニーテールでもいいじゃないですか。あ、うん、あ、襟が、うんうん、ボリュームがある。賛成です。うん、すごいか、すごい。またハリさん賛成です。うん、バッチリだと思います。あと逆にパンプスでもいい、ね、うん、うん、うん、パンプスでもお願いします。うん、ワイヤーが入ってるので襟が作りやすいんですよね。そうですね。はい、うん。で、やっぱりお袖はできるだけこう、うん、上げていただくという。まあ、島工夫って感じですね、これがね、着こなし、うん、うん。こんな感じでどうでしょう。パンプスもいいですね、うん、はい。はい。いい感じですね。はい、うん。いいって。いい。うん。バッチリですね。熊谷さんは以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、This is the ファッション。はい。じゃあ次最後になります。宮部さんお願いします。もう最後は早い。スキップしちゃいましたよ。はい。すっごいかっこいいベビーブラックのチュールのワンピースです。うん、これもあのファッションライブに出ましたよね。うんうん、そうです。キャミワンピースになってます。はい。キャミワンピース。はい。はい。はい。できますけど。で、それにブログまだご紹介してないんですけど、あのちょっとトロッとした素材のブルゾンジャケットを合わせてます。お袖が変わってて、うん、ちょっとこう盛り袖みたいになってるんですよね。うんうん、お袖にボリュームを出して、うん、ググッと上げるのがポイントです。うん、かっこいい。で、あのベルトを使ってやっぱりウエストの位置を上げてます。これベルトをしないとこういう感じになって、うん、ちょっとカジュアルすぎちゃう感じが、うんうん。ちょっとハウルだけにしてみてもらっていいですか？ね、この感じでもまあかっこいいよね。あの開けて着るならこれでもいいですね。うんうん、超遊び人って感じで、ね、ジョー様、ジョー様、はい、ぐるっと回って見てくださいって、ありがとうございます。これで回りますか？うん、ね、はい、うん、綺麗、すごい綺麗ですよね。はい、おー、ベルト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 、うん、使わずにはそう使わずには置けません。はい、うん、宮部さんベルト巻くのが仕事です。そう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 。何でも聞いてください。うん、ね。じゃあこれ、はい、今カジュアル仕様にしておりますので、はいはい、ちょっと綺麗に着てみましょうか。はい、じゃあパンプスでお願いします。はい、もうミアベルトがすごい浸透してる、うん、そう、特許取るのがミアベルト、そう、さすが似合ってる、よいしょ、はい、じゃあ次に、うん、生着替えでーす、うん、はい、おー、やば、やば、
で、ああよかった、成功した。はい、大丈夫です。これは綺麗ね、これもね。マレーナのこの間ブログでご紹介したシフォンのコート、うん、上から着てみました。綺麗、綺麗ね、本当綺麗ね。はい。ね、個人的にはこの長さの合わせ方ってあんまり好きじゃないんだけど、ね、やっぱりシフォンの透明感があるからね、効いてるから、うん、そうドレッシーなんですよ。重ねて作った感じもするぐらいね、本当ですね、一体感、一致感がある。なんか全然重たさもないですし、うん、逆に透明感がとっても出る着方ですね、うん、かっこいい、うん、縦ラインが素敵、綺麗ですよね、うんうん、で、これをで、宮部さんだとこれがそう、ちょっと宮部着こなしいろいろ変化します。遊んでみるとき、はい、ちょっと遊びたいな、ね、遊びに行きたいなみたいな時に、ここ後ろちゃんとなってますかね。とっても素敵っても皆さん、うん、はい、こんな風に着てみてはいかがでしょうか。うんね、もうそれだけでもかっこいいね、うん、華やかさが、ね、あと輪ゴムに2本ほど用意していただいていいですか。そうですね、うん、あの生地についてのご質問が、生地は何ですか、シルクですかって、ポリエステルのシフォン、ね、のシフォン、ね、はい、あ、ありがとうございます。なので扱いやすいですよね、うん、いつも出てくる輪ゴムです。そこを結ぶんだってすごい、どうでしょうか。素敵ですよ、うん、ね、この無造作感とこの感じ、それでまあ雰囲気的にクラッチバッグでも持ってると ね、 そうですね、ちょっとしたところでね、うん、食事の途中にとかね、キラキラとか、うん、今回ちょっとお遊びで仕込んだクラッチバッグね、うん、あ、いいじゃない、このぐらいでね、かわいい、うん、かわいい、どうでしょうか。そう、使い道がね、いろいろあるんですよね、そのね、そうなの、そうなの、とね、うん、後ろがはい、こんな感じで、こっち見せて前向いて、はい、はい、こんな感じのね、クラッチバッグ、お遊びです。可愛いですよね、はい、こんな感じで、うん、こんな感じでちょっと外して面白いですね。そうですね、がっつり決めちゃうとね、疲れるけどね、うんうん、夏の夜のお出かけ、はい、可愛い、とってもかっこいいです。ええ、かっこいいが可愛いです、ね、はい、今日は以上ですね。うん、あら、早いんじゃない？あっという間ですね。うん、あっという間です。あっという間ですね。うん、あ、シフォンのコートはおいくらですかね？こちらは、うん、33,000円と消費税になります。うん、あとお色違いも一色ついでに。あ、あ、ブルー。もう売り切れ？あ、そう。あとブルーグリー。うんうん。あのブルーグリーのね、うんうん、ブルー乗ってます。はい、わかりました。はい。はい。じゃあちょっと駆け足でしたが、今日のご提案はいかがでしたでしょうか？はい。良かったと思います。大丈夫でしたか、うん、今日も、はい、もしご質問とかありましたら、うん、ごめんなさい、クラッチバッグの値段をちょっと、可愛い値段です。8900円と消費税、8900円、いろいろパターンがあります。そうです ね、 ね、あ、なんだったらちょっとクラッチバッグそれ何個かあるじゃない、ね、ついでに、うんうん、はい、そこで見せちゃって、これだけあそこにある、あれですよ、ね、うん、お洋服着こなすの楽しいですね、うん、見てて楽しいって、あ、ありがとうございます、うん、それが一番ありがたいね、うんうん、そうか、もう遊びなのでね、この辺はね、ちょっと見てください、皆さん楽しかった、ね、だいたいそれで8,9,9,8よね、もうちょっと皆さん3人で見せて、こっち集めて縦に、縦方向、縦方向に、あ、縦、うん、上に上にこう並べる感じで、はい、うん、そうそうそう、そうです、そうです、そうです、うん、こんな感じでね、全部これ9,800円まで、8,900円と9,800円です。可愛 い、うん、可愛いですね、うん、よかったわ、今のうちでしたら12個ありますから、よかったら見て、見に来てください。はい、うん、宮部スタイル健在、うん、良くなってますね、うん、本当ですか、ありがとうございます、うん、はい、じゃあそんなわけで、うん、今日の、インスタパシリティシマークライブ、シマークライブは以上です。はい、はい、ありがとうございます。あれですよね、あのストーリーで24時間入れて、うん、はい、それが間に合わなかったら、うん、YouTube でも、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、はい、ストーリーで、はい、で次にファッションライブは、はい、次のファッションライブは月曜日9時から、はい、あのやらさせていただきたいと思います。はい、見てください、そちらも、はい、花粉症大事に。
もうほとんど1日で使い切るぐらいひどいです、ね、うんうん、でもよかったね、ありがとうって、はい、楽しかったって皆さん、うん、いただいてます、ありがとうございます、はい、うん、あ、スリーショット可愛すぎるって、うん、これがじゃない、これがこれが、はい、うん、はい、残り惜しいですが、うん、はい、ありがとうございました、あ、よかったね、さようなら。あれ